どうも。山口会長捕まりそうで捕まらない。はい。タクエレです。久保さん、山口会長捕まんないっすね。山口会長捕まんないじゃないですか。ね、山口会長。いやー、これ結構きついっすね。まあ、ということで、まあ、ほとんどの人がやらないっすよね、久保さんね。この仮面被ってすらやらないですよね。顔出ししたくない人って。僕、顔出し全然 OK なんですけど、顔出ししたくない人のために、まあ、こういう感じで今撮ってるんですけど。うん。まあ、あとね、まあ、今回のテーマは、環境を言い訳にするなっていう感じですかね。今ね、ほんとね、全国どこでもね、こういう場所あるんですよね。ありがたいことに。で、その、防音ですよね。防音。まあ、なんで防音になったのか、まあ、その理由はね、いろいろあると思うんですけど、いくら喋っても、全然迷惑になんないし、うん。そう。ありがたいですよね。でも、多くの人って、環境のせいにするんですよ。だから、できないんだったら、環境を自ら作る。要は、お金を稼ぐっていうことは、お金を稼ぐ環境を自ら作らないといけないし、そこにお金が必要だったらお金を払わないといけないですし、例えば、まあ僕もね、この久保さんに動画を送るためにね、お金払ってこの環境を手に入れてるわけですよ。さすがに、僕もね、ちょっと恥ずかしいですね。その、路上で仮面被って喋るのは、まあ、できないことはないですけど、まあ、警察来そうなんで、まあでもラファエルさん結構有名だったからいけるかな。ちょっと微妙じゃないですか。ちょっとね、勇気いりますね、あれね。一人でやってると絶対不審者じゃないですか。まあさ、多分ラファエルさんね、カメラマンいてると思うんですよ。カメラマンとスタッフいてるんで、まあ撮影かなってわかると思うんですけど、一人で撮ってたら、ちょっとやばいですよね。まあいいや。まあだからここだったら別にね、全然大丈夫ですよ。人目気にしなくていいんですよ。人の目全く気になんないですよね。でも多くの人ってお金稼ぎたいと言いながら、なんかその、環境のせいにする。まあ環境のせいにするとかね、人のせいにするとか、時間のせいにするとか、お金のせいにするとか、まあいろいろあるんですけど、お金稼ぎたいんだったら、いろんな手段あるし、いろんな方法あるよと。で、大事なのは、まあ、この億万長者シリーズで、まあ、これからも言い続けていきますけど、大事なのは結局、やること以外何もないんですよ。何もないです。じゃあ、その、やれるためにどうやって、じゃあお金を払うのか。もしくは、じゃあこのね、僕のだったら仮面を被って動画を撮るために、お金を払ってるわけですよ。何時間いくらみたいなね。で、ここね、ネット回線もめっちゃ早いんですよ。まあ、ここで仕事、こんな動画撮ってる人は僕ぐらいだと思うんですけど。ね、みんなDVD なんか借りてね、マスターベーションして終わりなんですけど。多分ね、この使い方してるのは僕ぐらいだと思いますよ。全国にいっぱいありますけど。全国にいっぱいあるけど、多分この使い方をしてるのは僕ぐらいです。多分あんまりいないですね。だから結局でも、ね、一般と同じ使い方をしてたら金稼げないわけですよ。ね、一般の人たちはね、ここでね、用済んだら終わりですよ。ね。てか、その用済ませるためにここに入るわけですから、ほとんどの人が。でも一番用を済ませないといけないのは、今日やるかやらないかですよ。ね。で、やるために環境を作れってことですね。山口会長はね、やっぱすごいですよね。手段選ばないですよね。手段関係ないっていうね。山口会長はね、すごいと思います。まあ人からね、いろいろとね、まあアーダーコーダー言われると思いますよ。思いますけど、結局、自分が、ね、例えば新潟の話はもう相当聞きましたけど、新潟に行って帰ってくるっていう目的を達してるわけですよ、金なくても。で、そのやり方に対して多くの人は批判をするかもしれないです。でも目的は達成しています。
で、しかも捕まってないと。それが事実です。じゃあ捕まってないからいいことなのか悪いことなのかわからないです。わからない、それは。それはわかんない。だけど目的は達成してるよっていう事実はあると。じゃあその目的を達成してる事実をどう受け入れるのかですね。どう捉えるのか。いや、そんな方法までして目的を達成したくないっていうことであるならば、多分いつまで経っても目的は達成できないですよ。いや、そんな仮面かぶってまでね、動画撮りたくないとかね。そんなこと言ってたら目的は達成できないですよ。だやり方いっぱいあるんで、やればいいと思うんですよね。てか、やってないことが、もう、失敗ですよね。みんな失敗を恐れてるんですけど、やってないことが失敗ですからね。僕もね、正直ね、ちょっと休みたいですね。休みたい。くぼりでを。くぼりで今ちょっとね、やめたいんですけど、ただ、一応返しとこうかなっていう。そう。で、せっかくこれ買ったんだね、100円で。せっかく買ったし、使わないと。だから手持ちのカードっていう話もね、億万長者シリーズで出てきましたけど、せっかく手持ちのカード手に入れたんで、これ使わないとね。そう。だからその、やる動機になるじゃないですか。ね。でもこれ買ってなかったら僕やってないかもしれないです。もしかしたら。だから久保さんにも言ってますもん、ちょっと移動あるんで、みたいな。ちょっとペース遅くなりますって言ってあるし、事前告知してあるんで。そう。でも、これ買ったんで。そう。だから、速稼塾入ったらね、速稼塾入らないより入った方が、やる動機できますよね。で、ぶっちゃけ言うと、動機を自分で作れる人は、まあ、一人で成功してますから。マジで。だってそうじゃないですか。だって別に何も買わなくても無料でいっぱいあんだから、情報。ね。だから自分で動機作れる人は、自分でできる人は自分でもう成功できますよ、今。環境あるし、情報あるし。だからドアガイでも成功できるんです。でも結局多くの人は、それが自分で動機作りできないんですよね。僕自身も偉そうに言ってますけど、動機作りあんまできないんですよ。だから常に、やる動機を作ったりするわけですよ。だからこの前も BM 買いましたけど、BM 買ったのも、動機作りです。自分に鞭打つっていうね。単純にやる動機ですよね。そう。だからそっか塾入ればいいんじゃないですか。ドリームアカデミアも、年末セールスしますけどね。年に1回だけの。で、今回40万値上げするんで、もうめっちゃ大々的にやりますけど。で、この前ね、やっぱね、ドリアク80万で払って入った人は、もうめちゃめちゃ来ましたよ、一週間経って、超長文来たんですよ。多分5000文字ぐらいの長文来ましたね、久保さん。多分ね、あれ無料だったら5000文字書けないですね。僕言いましたよね。だ80万払ったから、まあ、めっちゃ真剣に考えて、その5000文字ぐらい書いたんでしょ、と。もちろん無料でできる人はできるんで、別にいいんですけど、ほとんどの人はできないですよ。だからライザップがなぜ必要なのかって話じゃないですか。別に痩せる方法みんな知ってるし、ね。痩せられますよ、みんな。だけど、みんな痩せられない。みんな痩せる方法知ってるし、みんなやろうと思えばできるんですよ。でも、できないですよ。だから、ライザップね、必要なんですよ。だから、ライザップ売れるんです。ね。だって、痩せる方法がわかりませんっていう人います?いないと思いますよね。もしわかんなかったら、Google で調べれば、めちゃくちゃ出てきます。痩せる方法ね。痩せる方法、無限と出てきます。やればいいじゃないですか、それで。だからやれないんですよ、結局。だから、成功者がなぜ1割なのか、成功してる人がなぜ1割なのかっていうとこなんですけど、これもそうで、登記簿と、ね、これもね、税理士さんにお願いする、もしくは自分でもできますけど、登記簿謄本で会社名作って登記すれば、もう社長になれますからね。わかります?やり方誰でもわかります。めっちゃ簡単です。まあ、税理士で挟むのは超簡単です。やり方みんなわかるんですよ。てか、わかんなくても、やり方わかんない、ノウハウなくても税理士さんにお願いすれば、誰でも社長になれるんです。トップになれるんです。だけど、やんないでしょ ?1 割なんですよ。だからそういうことです。やり方わかってる。知ってる。だけどやらない。やり方、簡単ですよ。本当に。
調べれば出てくるし、な税理士さんにお願いすればもう一瞬だし、司法書士、司法書士か、すいません、司法書士か、まあ僕は税理士さんに相談して司法書士紹介してもらって、司法書士の方にまあとあの謄本作ってもらって、まあ登記してもらったんですけど、全部ね、あの僕10万円ぐらい払いましたけど、全部やってくれました。全部書類から全部謄本、あ、登記まで全部。え、10万って高校生でもね、バイトすれば10万作れるじゃないですか。だからできないってことありえます？10万作れないってもはややばいですよね。高校生のバイトでも僕稼いでましたよ、10万当時。だから頑張れば10万ぐらい作れるんで、みんな社長になれますからね。だけどやんないんじゃないですか。だからそのやり方ってもはやだ、やり方って大事かもしれないですけど、やり方って必要なのかなみたいな。一番大事なのって多分どうやってやるかですよね。どうやってやる環境を作るのかとか、どうやってやる動機を作るのかっていうのが一番大事だと思います、本当に、マジで。でそれしかなくない、しかだってやり方わかんないわよ、みんな調べれば。でもその調べもしない理由、調べもしないっていうのは動機が弱いんですよね、多分。やる動機が本気だったら調べるじゃないですか。だって調べるもしないのに稼ごうっておかしいですよね。どうすかね。なんかあの年商100億作りたいんですって言いながら何も調べない、リサーチしない、どうやって年商100億会社作んねんみたいな。まあ、ちょっと大きくしましたけど、まあ、起業するにしてもね、会社どうやって作るんだろうっていう、それが本気であるならば調べますよね、会社の作り方みたいな。で調べたらね、あのいっぱい出てきますよ、お金払ったらすぐできるやつとか、あと自分でやるやり方とかね。まあ、ということで、いろいろ言いましたけど、ちょっとこれきついな。まあ、ちょっとこのシリーズ続けますから、これせっかく買ったんで、100円、100円回、久保さん100円回収していかないと、100円をね。あとこの場所代、これ場所代1000円ぐらいかかってるんで、回収していかないと。ということで、やりましょう。いってらっしゃい。